こんにちは、速稼塾の久保です。特別定額給付金について第2弾がねどうなるかってことをずっと私はお話ししてきました。前提としては出ないですよということを私は常に発信しています。これね、出るかもしれない出るかもしれないっていうふうに匂わせながら、新しい情報があるだから出るんだだから出るんだみたいなことで煽るつもりは全くないですよ。これは改めてここで確認しておいてください。だからこそなんですよ、出ないという固い、そういうふうなね決定があるからこそ、そういう前提があるからこそ、出すためにどうするかってことを私たちは呼びかけてきているわけなんですけども、さあツイッターでトレンド入りしたんですかね。特別定額給付金第2弾トレンド入りしましたね。これも一つのね、あの地道な活動の積み重ねなんですよ。私はね、1000万人ぐらいが声を上げないと変わらないって言ってるんですよ。だって特別給付金ってもらえるわけですよ。もらえるんだったら、どんどんね声出せばいいじゃないですか。これもらえるものいらないっていう人は多分いないと思うんですよ。でそのためにね、莫大な労力がかかるのとは別ですけども、ちょっとツイッターねリツイートしてみたりとか、こうやって YouTube で発信してみたりとかするぐらいですよね。で私は各与党野党の事務所とか行ったり面談をしたりとか繰り返しましたけども、そこまでやるとは言いませんけども、特別定額給付金出した方がいいんじゃないかっていう声を上げる人がまだねツイッターでもトレンド入りしたと言っても1000万人には至らないわけですよ。だから大多数の人は自分が動いてまで欲しいとも思ってないっていうのが、これは客観的な見解だと思うんですよね。でもやっぱりね、まだまだ声を上げていっていただいて、去年の今頃っていうのは1日に1人感染者が出るかどうかっていうレベルだったと思います、ね、でも今は1日に何千人出てるわけでしょ。だからそう考えたら、もっともっとね強く提言して、人の動きを止めるんだったら金を払えよと、いい加減にしろよと、要請ばっかりしてんじゃねえよみたいな感じでね呼びかけていってもいいと思います。このぐらいの強い気持ちで、近隣の事務所、与党野党事務所に行ってですね、各政党事務所に行って自分たちの声を訴えかけていって、ツイッターでもトレンド入りしてるでしょうと、どこ見てるんですかみたいなことでどんどんどんつついていけばいいと思うんですよ。そして日本全国各地で与党野党問わずに、そういった国民の声が高く上がっているよということでしたら、これは政治判断になります。前回の特別定額給付金は閣議決定で出さないといったものがね出るようになったのに、その変更までにたった2日間だったんですよ。だからよくねコメント欄にもありますけども、確定したって言ってた人がいたのになんで出ないんだとか言いますけども、政治判断っていうのはあっという間に変わります。ですので今日決まっても明日決まらなくなるってことはよくあるんですよ。だから私はよく言いますけども、確定するっていうのは結局銀行口座に現金が入った時、それだけしか確定っていうポジションはないんですよってことをお話しました。これは私の定義ですけどね。だからさまざまな定義で確定したとか決まったっていうことは言いますけども、それはねそういう話があったということで、そこに依存したり、ましてやそういう人に責任を追及したりするってことは不毛なんで、やめた方がいいかなと私は思ってます。というところでね、今日の私からのまたねメッセージですけども、特別定額給付金の第2弾出していただく、これはチャンスになってくると思います。ですので今まで以上にもっともっとね皆さん一緒に声を上げていきましょう。しかもね今回は10万円で足りないと思うんで、もう100万円ぐらいね利罪をかなりね多めに、100万円出せというぐらいの勢いで、10万なんかはしたで足りるかと、で消費税もついでに なしにしろみたいなね、もう強く要求を上げていきましょう。私たちはもうこれ以上ね命を天秤にかけるようなそんな生活できないわけですよ。もっともっと言いたいことありますけど、今日はこのぐらいにしていきましょうかね。まあ怒りとともに要求を上げていきましょうということでございます。今度ね特措法の改正っていうのがありますけど、そこにはね政府に特別な権限を持たせることっていうのが一つ条文に入ると思いますけども、と同時にですね政府には責任と義務を持つことっていうのも入れてほしいですよね。この前竹中平蔵さんの平チャンネルでも言ってましたけども、特措法っていうのは国に特別な権限を持たせない限りは要請レベルでしか物事が語れないって言ってました。まあ、ですので今回は機会に要請するレベルをねもうね強い要望指示に変えていただいて、その代わりその指示に従ったところには強いメッセージとして現金給付をかなり上積みするというふうなね、そんな形でもいいと思うんですよ。もちろんこれ一時的なもんなんで永遠に金をくれっていう話じゃありません。当面この危機を乗り切るために、金をくれということですね。だから雨が降ってる間は傘を貸してくださいよっていうレベルの話ですよね。で結局私たちが今まで払ってきた税金のお釣りぐらいにしかならないわけですから、10万円だろうが100万円だろうが遠慮なく受け取っていいと思いますよ。ついでに生活保護の支給金額どんどん上げていってもらえないですかね。なんかね生活保護ちょっとこれじゃやってられないでしょ今の金額じゃ。生活保護もうちょっとねバーンと30万とか40万とか大盤振る舞いしていただいて、そうしたら生活保護世帯に対する企業へのセールスっていうのも強くいけますんでね、企業も儲かっちゃってみんなで給料上がるんじゃないかなと、内需拡大まさにこれに当たるんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。それでは特別定額給付金第2弾が出るようにもっともっとメッセージを上げていきましょう。頑張っていきましょう。